どうも皆様こんにちは、マリーです。ですね、さっきね一回動画撮ったんですけど、イヤホンつけたままね動画撮っちゃったんで、音声全部消えてました。はい、見事にパンになりました。ですね、今回はちょっとした雑談としてね、まあね、私今日って言わないな、昨日か、最近ね春休みに入ってから寝る時間かかんないですけど、変わらないんですけど、起きる時間が10時とか11時とかになっちゃって、昼過ぎることはないんですけど、やっぱり最近起きるのが遅くなってきますね。やっぱりなんかね、やっぱり学生さんあるんじゃないでしょうかね。ないかむしろね、遅めに寝る人もいるかもしれないんですけど、早めに寝てぐっすり寝る人もいればね、遅めに寝てすぐに起きてそれで満喫するっていう人もいますよね。まあね、私10時半に起きて、それで11時にご飯食べて、それで12時にちょっと暇つぶしして絵描いたりしてから、それで1時になったなってから、ちょっとアイス食べたいなと思って、家にアイスがなかったからコンビニ行って、ちょっと他にも買い出しとかしてきて、それから家に帰ってきて、それで近所の年下の子と遊んで、それでなんかみんなといっぱいねお菓子食べたりしたんですよ。それで3時ぐらいに帰ってきて、それで勉強して、それでまあね、それからもうずっと絵描いたり LINE したり YouTube 見たり動画作ったり、まあいろいろ暇だったんでやってたんですけど、結構楽しかったなと思いました。春休みとかは特に私の場合は運動不足がちなので、やっぱり外で遊ぶことは大切かなと思うんですよね。はい、それで10時ぐらいから春休みの宿題全部やろうと思って頑張って、それで1時にだいぶ遅いな、3時間ぐらいかけて56ページぐらいかなやり遂げて、それでやったーっていう達成感から1時半ぐらいにお風呂に入って、それで2時に上がって、それで2時ぐらいまで歯磨きしたり、あと髪の毛乾かしたりしてたんですよ。それからなんかちょっと声がえげつなくなってきてる、枯れてきてんのかな、あれかな、花粉症かな。花粉症になったことないのがどうでもいい自慢なんですけど、それで3時寝ようと思ったんですけど、1時間頑張っても全然眠れなくて、それで今起きて動画撮ってて、不眠症なのかなってぐらい本当に眠れなかったんですよね。はい、それで今考えてて、今じゃない、寝ようとしてた間にもうちょっとだけ起きて考えてて、それで友達にも YouTube やってる子たくさんいるんですよ。なので自分は200人という結構な人数、まあ他の YouTuber 様は100万人とか結構いてますけど、自分は200人って結構多い数だなと思ってます。はい、100人だけでもね、登録者100人いった瞬間めっちゃ発狂しましたもん。発狂はしてないんだけどね、早速嘘ついちゃったけどやっぱりね、100万人いった時の達成感もすごいだろうけど、100人いった時の達成感も結構すごかったです。はい、まあいつか、今は220人とか210人とかそんぐらいだったっけな、あまり盛りすぎるのは良くないので、まあ、適当に210人ぐらいって言っときます。まあちょっと待って、215人ぐらいかな。ガチで何人だったっけ忘れたけど、倍
ミューとかじゃなくて、私が好きなゲーム実況者さんとか、最近始めたばっかりの方、よかったら見てあげてねとか、応援してあげてねとか、そういう系の動画作ってみたいです。はい、私は特にね、まだ編集技術とかもなくて、滑舌も悪くて、あとゲーマーではないし、ゲームも下手くそで、絵も下手くそで、それに音痴でね、すごいネガティブなことしか言ってないけど、何の取り柄もないんですよね、本当に。でもチャンネル登録してくれる方々のおかげでここまでやり遂げることができました。本当にありがとうございました。これからもね、もしかしたら300人行く前に動画投稿やめちゃうかもしれないんですけど、途中で動画投稿の更新ペースが止まった時には、そのアカウントはもう停止したと考えてくだされば嬉しいです。この動画が最後になることはないんですけど、これからもよろしくお願いします。それじゃあ、もしよければ高評価、チャンネル登録、またはコメントよろしくお願いします。それではバイバイ。グッチャー。